今日朝は何も食べてないので、これが朝ごはん。まあもちろん味はちょっと薄いけど、これなんか醤油とかつけるわ。完璧、美味しい。まず間違いないな。ニューヨークステーキはちょっと硬さがどうかな、多少やっぱり噛み応えありますからさ。だから美味しい。なんかステーキって感じだ、肉って感じだ、噛み応えがある。いや、焼き加減はちょうど、まあこれ中はねピンクな感じで俺の好きな感じできた。おいしい。まあまあフラップミート最後、これできたばっかりだからまだちゃう。食べやすい。フラップミートが一番間違いないっていうかこれだけど、残念なことに脂質がすごい多いんだよね。だから調整中にはちょっとカロリー高くなっちゃうから難しいけど、俺は別に一般人なのでこれね、おいしい。これこの何種類が今週1週間のこれの全食事、これで毎日3回、たまに4回食べるけど、これで今週1週間持つと。これだ。本日はミールプレップの様子を久しぶりに紹介しました。